ロバート・リビングストン・スティーブンスは発明家のジョン・スティーブンスの息子で1807年に父親と共に蒸気船のフェニックスを建造し、これが1809年にニューヨークからデラウェア側まで航海して初めて太陽を航海した蒸気船となった。ロバート・フルトンとそのパートナーである中仏アメリカ講師のロバート・リビングストンがニューヨークにおける独占権を得ていたため、 フェニックスはニューヨークの港では運航することができなかった。ロバート・リビングストン・スティーブンスは1808年にウェーブラインと呼ばれる蒸気船船体のくぼませた喫水船を適用した。彼はその多造船関連の改良を発明し、また着発弾を発明してこの権利は政府に売却された。1842年には彼は政府から 初めての走行艦を建造するよう依頼を受けたが、完成させることなくなくなった。ロバート・スティーブンスが署名した1834年の株式証券、ロバート・スティーブンスは1830年代から1840年代にかけてカムデン・アンアンボイ鉄道の社長であった。蒸気機関車のジョン・ブルが到着した時、当初は彼にちなんでスティーブンスと名付けられていた。 彼の父親が鉄道用の逆 T 字レールを発明したと時折言及されることがあるが実際にはロバート・スティーブンスがカムデンアンボイ鉄道における最初の全鉄製レールの発明者であると考えられている。1831年以前はアメリカの鉄道のレールはすべて木造のレールの表面に鉄製のストラップを取り付けたものであった。 二人のうちのどちらか一人がイングランドへ出向いてこの新しいレールを購入した。当時レールの生産ができる圧延工場はアメリカに存在しなかったためである。この逆 T 字レールは全世界的に使用されることになった。これが1789年にイングランドにおいて発明されたフランジをレールではなく車輪に取り付けた中鉄製のレールを置き換えることになった。 逆 T 字のレールはイングランドでは1836年に技術者のチャールズ・ビグノールズが導入したことからヨーロッパではビグノールズレールと呼ばれるようになっている。彼の兄弟にジョン・コックス・スティーブンスとエドウィン・オーガスタス・スティーブンスがいる。ありがとうございます。